皆様こんにちは。フルート&ミュージカル奏奏者の斉藤舞香です。久しぶりにですね、絵画を見に行ってまいりました。今日はね、その時の話をいろいろとしようと思ってたんですけども、結局忙しくってですね、編集の時間がなかったので1枚だけ皆様に写真をお見せしたいなと思っています。こちらね、フランチェスカ・ダ・リミニっていうと、フルートのね、名曲がパッと思い浮かぶ方多いかと思うんですけども、実際に存在したこのね、フランチェスカさん、そしてフランチェスカさんが恋しちゃった旦那さんの弟さんですね、パウロさんですね。その2人がこう、亡霊となってダンテの前に現れるというね、シーンが描かれてるわけなんですよね。なんかこの絵はね、一番最後のところにありましてですね、一番最後の回廊の中は写真が撮れるそうなんですよ。全然私知らなくて、みんながカメラを構えてたのでびっくりして、写真撮影ってダメなんじゃないんですかって言ってお聞きしたら、この館内はこの館内というか一番最後の部屋だけは写真撮影していただいていいんですよということで写真を撮らせていただきました。海外に行くとね、写真は当たり前で撮れるところの方が多いので、日本はね、本当にね、借りているものを大切に返すためにね、フラッシュとかあんまりね、絵には良くないので、いろいろと配慮がされてたりとかするんだと思うんですけども、こういうふうになんか最後のね、お部屋は撮れるようになるって、なんか少しずつ時代が変わってきたのかなと思います。海外ではね、本当にキャンバス持ち込んで、写生をする方いらっしゃるんですよね。模写ですね。模写される方がいらっしゃってですね。そういうあたりを見ていると、こう、次の芸術家を育てようという文化とか、あとやっぱり海外の美術館は日本ほど混んでないので、スペースもたくさんあるので、ルーブルは確かに混んでるんですけどね。でもルーブルでも実際に写生されてる方とか、写真は撮り放題でしたから、あれですね、モナリザだけは混んでたけども、後のところは割と本当にルーブル広いので、もう一日じゃ回れなかったですね。また行ってみたいなと思っていたところに、日本にやってきてくれたので嬉しいです。でも私知らなかったんですけど、いつの間にか京都市美術館が京セラ美術館になってたんですね。しかもなんか結構経つのかな、3年ぐらい経つのかな、知らなくて、ずっと昔からこう母に連れて行かれてた時からずっと京都市美術館だったので、そうだと思ってたので、チラシを見て京セラ美術館ってどこよって言ってしまいました。はい、これから改め京セラ美術館と思っておきます。京セラ美術館ですね、チケットがですね、当日券発見してもらうときになんかカードみたいなチケットが出るんですけども、そちらの方はね、持って帰れるんですけど味気がないので、いわゆる絵が描いてあるチケットっていうのを欲しい方は、その発見してもらった、白いね、味気のないカード式の、チケットを総合窓口に持っていくと紙のチケットをくださいます。両方もらえるんですよ。味気ないカードみたいなやつと味気ないって言い過ぎ、普通の紙のチケットとね、そのあたりもまたね、明日以降の動画でね、追い出していこうと思うんですけど、ちょうど明日はね、月曜日なのでね、行かれる方いらっしゃらないかと思うんですけども、火曜日以降にルーブル行ってみようと思ったんだよねって思ってらっしゃる方は、そんな情報もまた覚えておいていただいたらいいかなと思います。チケットがね、絵のついた昔ながらの美術館行ってきました的なチケットが欲しい方は、はい、発見してもらった白いチケットを総合窓口に持っていくと、はい、綺麗なチケットをもらえますっていうのと、一番最後の部屋はお写真が撮れるので、荷物ね、クロークに預ける時に最後のお部屋もし写真撮りたいなと思ってらっしゃる方は、ぜひカメラをね、ロッカーに入れずにお手元に持った状態で、でも最後の部屋まではもちろん写真禁止なのでね、気をつけていただいて、はい、たくさんね、心に焼き付けて、最後の部屋だけはちょっとね、機械的なことにはなりますが、お写真に収めていただくっていうのも良いんじゃないかなと思います。
こう絵画と一緒に写真を撮れるということでね、お子様をね、こうね、あの介護の前に立たせて写真撮っておられるご家族の方たくさんいらっしゃったので、そういうのってすごくね、思い出に残ると思うんですよね、今の時代だとは思うんですけども、はい、ぜひともね、はい、それみんなそれぞれね、楽しみ方あると思うんですけども、ご家族での楽しみ方、そしてお一人で行かれた方ももちろんね、自撮りでも全然 OK だと思いますし、ひょっとしたらその辺にいる方で撮ってくださいとお願いしたら、撮ってくださるかもしれないのでね、うん、学芸員さんとかね、その辺はね、お忙しいので多分無理だと思いますので、まあ、もし一緒に行かれている方、もしくはお近くの方で優しそうな方を見つけたら、一緒に撮ってもらえますかとかお願いすると撮ってもらえるかな。まあ、とりあえず最後のお部屋はお写真が撮れるということで、今までにね、ない形にだんだんなってきたのかな。コンサートもそんな感じになってきましたもんね。一番最後のアンコールだけは動画撮っていいよとか、写真撮っていいよとか、なんか皆さんね、こう SNS の時代になったから、こうご自身で発信されることが多くって、今日はこんなこと言ってきたとか言って発信して、思い出にね、昔は本当に個人が家の中で見るだけの楽しみの日記帳だったようなものが、全世界の人とね、共有で楽しめるっていうのは良かったりするのかなと思います。ただ、他の方が映り込まないようにとかの配慮っていうのはね、これからもっとね、シビアにしていかなきゃいけないんだろうなと思いますので、そこだけはお気をつけください。それでは皆様、またね。